この症状は何ですかね。自分でうんちが出し切れていない、おしっこがすごいベタベタくっついちゃってるね。明日病院行こうね。嬉しいですか。固形物をつかむことができなくて、口を大きく開けれないみたいなので、ペレットも食べれなくて、リンゴすりおろしたのを食べてます。あとはペレット砕いて人参クッキーを潰したものと混ぜて、それをちょこっと食べました。ゆうな頑張れ。こんにちは、なぎさです。そらです。こんにちは。今回はなんと2022年最後の動画です。今年最後の動画になるので、今年楽しかったこととか悲しかったこととか、そういうのを聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、そしてまずですね、今年一番悲しかったこと、これが多分ママもナギも空も共通だと思うんだけど、これを皆さんに報告しなくてはいけませんね。実はですね、うちで飼っているモモンガのユヌちゃん、テグちゃんの後に来たユヌちゃんが病気で亡くなってしまいました。11月の11日に最初具合が悪いなってことで、具合が悪いなってか具合が悪そう、なんかこっち見てるなってことでね、ナギとかママが気づいてすぐ病院に連れてったんだけど、お医者さんには見た感じだと別にわかんないから、具合悪そうに見えないからご飯食べてるんだったら様子見で大丈夫とのことで、お家に連れて帰りました。でそのまあ2日3日ぐらいはご飯を食べてたけど、その後からやっぱ急にご飯を食べなくなってしまって、11月の17日にママが帰ってきたらポーチの中で亡くなっていて、それも急いで、もう死んじゃってるのかわからなかったので急いで病院に連れてったんですけど、その連れてった時点ではもうお医者さんに残念ですけどってことで言われてしまって、死因を調べてくれるとのことで、解剖したらなんか詳しい原因わかるけどって言われたけど、解剖はしたくなくて、解剖以外でってことでレントゲンを取ってもらいました。でそうしたらなんかレントゲン取ったところ、なんか本来肺にあるはずの空気が全然入ってないと、もしかしたら肺に何かしらの疾患があって、それで亡くなってしまったんじゃないかってことなんですけど、でもなんか息苦しそうにとかはしてなかったんだよね。なんか鼻、なんか口で息をしてるみたいな、そういう感じは全くなくて、だからなんで死んじゃったのかっていう直接的な原因はわからないんだけど、お星様になってしまったので火葬してもらって、お骨をお家に持って帰ってきました。これが一番悲しかったね、今年。うん、もうママも空もナギもめちゃくちゃ泣いて、ほんとそれでちょっとしばらく YouTube 撮影できない時期とかが、今月頭ぐらいか12月とかねあったんだけど、年内最後ということでみんなにもお知らせしなくちゃなと思ったし、ちょっと報告を兼ねて悲しかったことということで。悲しかったね、悲し、今も悲しいね。うん、うん、じゃあ今年一番楽しかったことは何でしょう。まずそらさんから。はい、サッカーで何が楽しかった。いっぱい試合したこと。あ、そうだね、ハットトリックもしたしキーパーでナイスセーブもしたし、今年すごかったね、優秀選手賞も取ったしね、大活躍でしたね。来年の目標は何かありますか。
あんまりない。あんまりない。じゃあ考えといて。来年、じゃあ新年のお正月にまた YouTube 撮影して、それで聞くから考えといてね。今年の目標で。2023年の目標聞くから。考えといてくれる？うん。はい。じゃあ、なぎさくんの一番楽しかったことなんでしょう？楽しかったこと。うん。嬉しかったこと。嬉しかったことでもいいよ。誕生日に虫買ってもらったこと。ああ、爆買いね。そりゃそうだ。あれは、あれは嬉しいでしょ。嬉しくないって言ったらママがショックだわ。うん。ママとかみんな買ってくれた人がね、うん、びっくりしちゃう。いや、ダントツあれでしょ。今まで飼ったことない虫もいたし、欲しかった虫も飼えて。来年の目標ある？ナギは。全然関係ないけど、サッカーで勝つ。おぉ。サッカーで勝つ。練習しなきゃね、じゃあね。うん。うん、でも、ナギも優秀選手をもらったね、この前。うん。優秀選手、あれはいっぱい走ったからね。うん。いっぱい、誰よりも走って。なんか、1日目にディフェンス頑張ったから、なんか、うん、1日目になんか、半分は決まってたみたいなね。コーチに言われた。1日目で？うん。すごい。でも、ママも見てたけど、頑張ってた。すごい走ってたもんね。じゃあ、2人とも来年もサッカー頑張りましょう。はい、はい、なんかさ、その誕生日爆買い企画でたくさん買ってもらったじゃん、うん、あの子たちがそろそろペアリングどうなの？うん、そろそろできるから、うん、来年買ってもらった、うん、大クワと、うん、ギラハと、うん、なんだっけ、セアカの足のリングがなんちゃら、なんちゃら、うんうん、を、うんうん、ペアリングし、うんうん、したい。頑張っていきましょう、そちらもね。はい。はい。今日は、大掃除も終わりまして、なぎさくん、よく頑張りました。うん、あんな汚い机を。ゴミだらけだった。よく頑張りました。これでじゃあ、みんな新年、気持ちよく迎えられる？なぎそらど？うん。じゃあ、最後に、今年もさなぎチャンネル見てくれたみんなに、何か一言ずつお願いします。じゃあ、そらさんから。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で？来年も見てね。来年も見てください。はい、オッケー。そしたら、じゃあ、なぎ。同じく。ダメ。なんか、もうちょっとお兄ちゃんなんだから、もうちょっとなんかないの？同じく。特に。特に？特に。なんかビシッと決めてくれよ。いやいやいや、えみたいな顔されても困っちゃうんだけど。来年もよろしくお願いします。はい、本当に2022年も1年間ご視聴ありがとうございました。皆様のおかげでさなぎチャンネルちょこちょこっとずつ登録者数も増えてね、楽しくやらせていただいております。はい、なんかね、街中で声かけてくれることも多くなってね、見てますとか言われることもあって、ソラもね、あ、なんか YouTuber の弟だって言われたりね。そう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 、言われたりとか、結構ね、みんな見てくれてて本当にありがたいなと思います。はい、来年もなんかね、みんなにとってね、ちょっとためになるような虫のこととか生き物のこととか、あとはなぎとそらが楽しくやってることとかを紹介していけたらいいなと思っております。来年も頑張りましょう。今年1年ありがとうございました。はい、じゃあ今年最後のムシムシじゃんけん、はい、何出すか決めて、2人で。好きなの出せよ。さ、分かった。え、それ好きなの出すか。ダメだよ、ダメで揃えて。なぎがグー出してさ、そらがチョキ出してさ、見てる人がパー出したらさ、アイコじゃんそれって。はい、よし、パーでいこう。もう本当やめて。はい、せーの、むしむしじゃんけん、じゃんけんポン。パーでした。パーでした。はい、本当にパーでした。本当にパーですよ。
ね、わかる。みんな多分ね、もうでもナギとソラの性格をね、そろそろずっと見てくれてる人は分かってるから、こいつら多分本当にパーだすなってバレるかと思うね、まあいいことだ、こいつらいいな、こいつら、うん、いいことですよ。最後まで見てくれてありがとうございます。また来年もよろしくね。チャンネル登録とかよろしくね。皆さん良いお年をして、はい、良いお年を。お年玉たくさんもらえるといいね自分もでしょ